皆さんこんにちは、平野まなみです。で今日は10月なんですけど、10月はピンクリボン月間と言いまして、乳がんの啓発月間となっています。ですので、このタイミングでですね、乳がんになってるかなってないか自分でチェックができるという方法を、お伝えしようかなと思いますので、ぜひ一緒にやってみて、もし心配なことがあってたら必ずお医者さんに行っていただければいいなと思っています。ですので、ちょっとこのタイミングでやったことのない人もやったことがある人も、今一度自分の体をチェックしていきましょう。で実はですね、私も乳がんのセルフチェックをしたことがありません。一応確認、こんな感じで確認みたいなのはしたことあるんですけど、実際にしっかりやり方を見ながら丁寧にやるっていうのはやったことがないので、やったことがないということに対してちょっと恥ずかしいんですが、そこはもう吹っ切れて一緒にやっていければいいんじゃないのかなと思ったので動画にしました。で実際にやり方を見ながらやっていこうかなと思うんですけど、今回参考にさせていただいたのが、NHK の簡単にできる乳がんセルフチェックの方法っていう YouTube 動画を、見ながらやっていこうかなと思います。やり方もお伝えはしていくんですが、もっと詳しく見たい方はそちらの動画も見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。で実際はですね、お風呂に入るタイミングとか、服を脱ぐタイミング、お着替えのタイミングとかでやるのが一番いいのかなと思うんですが、服を着ない状態でやるのが正解です。で今回はちょっとそれはできないので服を着たままやりますけど、皆さんはぜひそのタイミング、服を脱ぐタイミングとかでやってみてください。まずは手を上げて自分の胸を見ながらチェックします。で左右の胸にくぼみや引きつれがないかを確認します。ちょっと確認してきます。はい、確認してきました。一応なかったので大丈夫かと思います。次は、乳頭をつまみ、血のような分泌液がないかを確認します。確認します。次は直接胸を触ってチェックをします。石鹸をつけた指を胸に押し当てて、小さな渦を描くように滑らせてしこりやこぶがないかをチェックします。なんか上とか下とか、なんか胸を4等分に分けて、確認するのがいいみたいなのを、他のサイトか何かで見ました。右と左と、今左やって、くる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 、大丈夫でしょう。はい、あとは寝ながらやる方法もあるみたいで、仰向けになって背中にタオルを敷きます。こう胸を突き出すような感じで確認するっていう方法もあるらしいです。でその場合は、指を胸に押し当てながら外から内側に、滑らせて確認をするっていう方法があるみたいです。リンパのところとかもね、ないか確認をします。大丈夫。チェックするタイミングなんですが、セルフチェックの場合は月に1回がいいみたいですね。で閉経前の方は生理が終わった頃にやるといいそうです。で、閉経した方は日にちを決めて定期的にやりましょう。なので、例えばもう1日にやるって決めちゃうか、月末とかでもいいかもしれないですし、あとは誕生日とかもいいかもしれないですね。私は17日生まれなので、毎月17日は乳がんのセルフチェックをやる日って決めておくと忘れなくていいかもしれないです。はい、という感じで
こう今見てやったんですが、結構簡単ですね。なのでこれはもう本当に定期的にやるべきなのかなと思っています。で、マンモグラフィーとかも年齢が40歳以上であれば無料で行えたはずですので、まあ、そういったクーポンとかもしっかり使って検査をするっていうのは本当に大事なことだと思います。そして早期発見が本当に大事っていうのは、まあ、子宮のがんでも他のがんでも乳がんでも本当にそうだと思いますので、少しでもおかしいなと思ったら近くのお医者さんでいいと思います。本当に専門家に聞いてみてください。それだけで今後の人生がかなり変わってくると思いますので、まあ、経験した人間だからこそ言えることだと思います。早期発見であればもしね、がんになってても治療が本当に軽く済んだりとか、手術だけで良かったり、抗がん剤だけでいいとか、放射線だけでいいとか、発見が遅れることによってやっぱり治療はすごく辛いものになるし、その分楽しい時間も奪われると思います。もうできてしまったもの、できてしまったがんとかはもうしょうがないとは思いますので、そこはもう認めて早めに治療ぜひしていただければと思います。医者に行ってください。言うの忘れていたんですが、乳がんは男性も、なってしまう病気でもあります。本当にごくわずかだとは思いますけど、そういうのを知っているっていうだけで、かなり、この世の中が変わってくるんじゃないのかなと思うので、ちょっと最後にそれだけ付け足しをさせてください。あとは他に乳がんで胸を摘出した方がサポーターみたいなのをして温泉に入れたりとかもするそうです。そういうのも知っているのと知らないのとではかなり、変わってくるんじゃないのかなと思います。で、病気に対してまだまだこう偏見みたいな感じのが、ないっていうわけではないと思いますので、まずは正しい情報で正しいことを知るっていうのが本当に大事なことなんじゃないかなと個人的に思っていますので、それもお話をさせていただきたかったので後で動画を撮らさせていただきました。最後に話をちょっとまとめますと、乳がんに関してはセルフチェックができますので、まあ、月に1回必ずチェックをするっていうのと、どんな病気でも早期発見っていうのはかなりかなり大事だと思いますので、早期発見、セルフチェックや定期検診やがん検診、健康診断などなど、そういったものは定期的にですね必ずやって、早期発見で、もし病気があっても早めに治療をするっていうのが本当に大事っていうのと、乳がんに関しては男性でも、なってしまうっていう病気ですし、気軽に温泉にも入れるようにサポーターをつけてる方もいらっしゃいますっていうところもお伝えしたかったので、はい、ここも皆さん押さえておいてもらえれば嬉しいです。で、私自身も子宮体がんの、患者なので、乳がんのことに関しては全然詳しくないんですが、やっぱり子宮体がんに比べると個人的に私の周りでは乳がんやっぱり多いです。でもとっても今元気に、生活してる方とかたくさん知っていますので、まずはもうめげないで治療をして楽しい人生を送っていきましょう。で、今回の動画が少しでもいいなと思ったら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録をしていただければ、嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やってね。